私のソロライブをサポートしてくれてありがとう。あなたにお礼をしたいの。よかったら小鳥がお手伝いしているカフェに遊びに来てください。待ってます。部室で話してもよかったんだけど、たまには気分を変えてもいいかなと思って。さあ座って座って。今日はオムライスとロイヤルミルクティーをサービスしちゃう。改めてソロライブお疲れ様でした。それからソロライブ成功おめでとう。どうしたの？あ、そっか。あなたが手伝ってくれたおかげで成功したと思ってたから。ありがとう。お出かけ着にしてもいいお洋服ってどんな感じなんだろうってずっと考えてたから、そう言ってもらえると嬉しいな。今日はあなたにしっかりお礼を言いたかったから、こうして話せてよかったな。来てくれてありがとう。そうかな。ソロでもできるだけ多くの人に喜んでもらいたくて頑張っちゃった。今日はあなたにしっかりお礼を言いたかったから、こうして話せてよかったな。来てくれてありがとう。あ、それから今日はあなたに相談したいことがあって、実はスクールアイドルのイベントじゃないところでお洋服のデザインをしてみないかって声をかけられてるの。びっくりしちゃうよね。私も迷ってて。